皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回も武田塾チャンネルに来ているコメントをバシバシ答えていきたいと思います。それでは早速いってみよう。数学って今頃青チャートでいいですか？高3です。絶対ダメです。もしくはやると決めるなら人の3倍勉強してください。どういうことかというと、武田塾でこう参考書と、まあ、大学の過去問とかいろいろ分析した結果、基礎問題成功で基礎をやるなら1年かけて、まあ、国公立とか総計とか受かるようなカリキュラムなんですね。基礎問の薄さで1年かかるんですよ、やっぱり数学をちゃんとやろうと思うと。青チャートは基礎問の3倍あるって言われてます。なんで単純に時間3倍かかるんですよ。だから1ヶ月で基礎問 1A 完璧にできる人でも、青チャート 1A をちゃんとやろうと思ったら3倍かかるんですよ。これってめっちゃ高3の子がやるには危険じゃないですか。じゃあ唯一間に合わせる方法は、基礎問やる子が1日10問ペースで進むところを、青チャートやる子は1日30問ペースで進むことができたら、やってもいいかなと思ってます。ただそれって他の教科できなくなるし、結構リスク大きいですよね。だから高3の子で青チャート今からやるのは正直お勧めしないです。高1高2の頃に相当やってて、もうあとちょっと復習すればいけますって子だったらいいけど、もうほんとゼロから青チャート 1A2B 力やったんですね、数3とかね、やるのは結構しんどいんじゃないかなと正直思います。心配してます。1日の英語の勉強を英単語のみで埋めるのはありですか？まだ英単語を覚えきってない状態で。僕はありだと思います。1日中朝から英単語デーにするみたいなことですよね。それ結構おすすめです。僕もやってました。これは何かっていうと、勉強は何かを捨てて何かを集中すればするほど身につくものです。なんで1日の中で5教科の中目まんべんなく勉強するよりも、これだって決めてそれを徹底的にやり込む方が実は習得が早かったりします。なんで朝から英単語デーみたいな感じで単語を覚えまくるとかはすごくいいと思うので、一回それと覚えきっちゃうのは全然ありだと思います。僕自身も高校2年生の時にネクステージがこう1年かかっても終わんなくて、もうやばいと思って、もう1日だけネクステやる日って決めて朝からこうネクステをやりまくりました。その結果1日で結構進んだので、もうほとんど10章分ぐらい進んだんで、絞ってよかったなと思ってます。なんでこういう日もありだと思います。次、高3になります。偏差値37の高校に通ってます。三金普通流ぐらいの大学に行きたいのですが、周りは専門や就職ばっかで流されてしまいそうで怖いです。どうしたらいいですか？学校以外で友達を作ろうです。人間はやっぱり周りの、ね、人に影響されます。やっぱりその周りの人たちがこう遊ぶぞっていう感じになっちゃうと、自分もね受験勉強したいけど、遊んだ方がいいかなとかね、気持ちって揺らいじゃいます。なんで、学校以外の友達を見つけてください。これは別にね、塾で友達作るでもいいし、まあ、塾の先生と仲良くなるでもいいし、ネットでね同じ志望校を目指せる人を見つけて交流するでもいいし、何かしら外の人で関わりを持つ人を増やせば変わってくると思います。今はその学校の常識みたいなものが結構自分にこう染みついちゃってると思うんですけど、一回外の人としっかり交流すればそっちの常識に変われると思うので、そっちの影響を受けれると思うので、ぜひ外で仲良くできる人っていうのを見つけてください。もしくはその学校で同じように大学行きたい人も少ないかもしれないですけど、いると思うんですよね。そこで仲良くなるとか、私たちは頑張ろうねみたいな感じで絆をね深めるとか、それ頑張る仲間、頑張るライバルっていうのは絶対必要だと思うんで、何かしらの方法で見つけてほしいなと思います。こんな感じで皆さんのコメントをバシバシ答えていきます。引き続きコメント募集してるので書いてください。それでは皆さん、また次回、さようなら。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。